ウェブページの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はベルベル人ウェブストアの方にお問い合わせください。これからご紹介する商品は7月の26日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄下の方に貼っておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。それでは、はい、こちら、まあ、ネイビーボディですね。フルーツ・オブ・ザ・ルームの、はい、M ボディです。はい、まあ、いわゆるポケティですね。こちら、状態非常にいいです。はい、M ボディで、ね、僕はちょっとちっちゃいです。僕、普段 L ボディ、L 着てます。はい、まあ、ネイビーのね、黒もいいですし、このネイビー、やっぱこれだけ濃紺だとね、かっこいいですね。まあ、デニムともインディゴ相性いいですし、はい、こちら状態いいです。M ボディでこちら5800円に消費ですね。5% です。続いてこちら、リバーシビリティ、はい、下の方にチャンピオンです。はい、トリコのエクストララージ、はい、コンボディに後ろ黄色、はい、胸ワンポイントとバックにも、はい、まあ、ちょっと男の人のプリントですが、はい、ネイビーボディ。こちらね、ボディが5050になります。はい。XL で自分がちょっとゆったりします。はい。状態はいいですね、非常に。はい、チャンピオンリバーシビリティ、こちらで5800円に消費税ですね。続いても、チャンピオン。はい。これちょっとね、珍しいと思います。サーマルっぽいんですが、チャンピオン。はい。スモールサイズ。ちょっとね、こういう素材が、まあ、もちろんコットンなんですが、はい。まあ、長袖のちょっとサーマルっぽい感じですね。袖にチャンピオンマークもついてます。ちょっとインナーとしてね、着るのもいいと思います。これ着てこの上にまたね重ねて着てもらってもいいですし、はい、コンボディ、まあ S サイズですけど、ジャストサイズ、ジャストでね着てもらえれば、はい、こちらも5800円に消費ですね。 5% です。はい、続いてもチャンピオンです。これね、ハイネックかわいいですね。はい、コンタクトのラージです。はい、これ僕がジャストサイズです。はい、これもね、まあハイネック、はい、ここにちょっとねカレッジの、はい、刺繍も入ってます。まあ、これでね結構ジャケット着てもらってもいいかもしれません。はい、ちょっと重ね着してもね可愛いかもしれませんね。はい、100% コットンで、はい、ラージです。こちら5800円に消費税ですね。はい、はい、続いて。はい、鉄板のデッドストック T シャツです。フルーツ・オブ・ザ・ルームのエクストララージ。今回ね、XL です。はい。こちら、ゾウですね。で、バックも。はい。両面なので、はい。後ろにもインパクトありますね。こちら、デッドストックで6800円に消費税ですね。続いて、こちらもエクストララージのデッドストックです。はい。まあ、赤のね、ラバープリントなんですけれども、はい、こちらも XL。 もしよかったらねこれ乾燥機に1回入れていただくとちょっとキュッと詰まります。はい、こちらデッドストック7800円に消費税ですね。 7% ですね。はい、続いて音符 T シャツは今回ラージです。はい、ちょっとねここでデッドストックの時にこのシールの跡なんですが少し黄ばんでますが、洗っていただければ取れます。はい、音符 T もねこうだんだんね着込んでいくと薄くなっていくのもね雰囲気いいです。はい、ラージサイズ、これね僕はいつも着てるサイズラージです。はい、僕でちょうどねジャストサイズです。こちら12800円に所持ですね。1リッパですね。はい、続いて、はい、こちらもラージですね。はい、4つ目のフーズドランク、はい、もううちも鉄板です。僕もねよく着てます。シャツの下とか、はい、まあ、ジャケットの下とかね着てもらってもインパクトあるので、はい、こちらデッドストック12800円に消費税ですね。1ニッパです。はい、続いてこちらももう鉄板のモンローです。こちらもラージですね。はい、ラージサイズ本当に多分残り何枚かなんですが、はい、もうデッドストックですね。こちらも、はい、僕も多分ね1着買おうと思ってます。はい、こちらロンロー15,800円に1人ですね、1合パです。はい、続いて半袖シャツレインスプーナーですね。はい、やっぱ夏こちらやっぱ人気ありますね。最近お店でも売れてます。レインスプーナー、こちら XL ボディです。はい、こちらもねネイビーボディのちょっと花フラワーですね。はい、プルオーバータイプ。ちょっと XL はね僕はゆったりします。もちろん着れますけど、プルオーバータイプなのでちょっとねゆったり着てもらってもいいと思います。レインスプーナーこちら 6,800 円に消費税ですね 6% です。はい、続いてちょっとねレディースです。まあボーイズサイズなんですけれども、最近ね人気なこのバンダナ柄。はい、こちらボーイズの14ですね。はい、ボタンダウンでこれ出てきた瞬間ね僕ちょっとうわこれ欲しいと思ったんですけど、思いっきりちっちゃかったですね。はい、これね袖もねもともとこの七分丈みたいな袖です。オリジナルだと思いますこれ。はい、いわゆるボタンダウンのシャツなんですけど、まあボーイズサイズなのでねちょっとなんか女性女の子の子供とかが着ても可愛いかもしれません。はい、ボタンダウンでこちら 5,800 円に消費税ですね 5% です。はい、続いて白シャツですね。はい、サイズが15ハーフの2。はい、こちらマチ付きですね。はい、ちょっとね薄手の白シャツです。はい、まあ今でもね全然白 T 着た上に着てもらって、まあ、夏だったら袖ねまくって着てもらってもいいと思います。これ状態綺麗ですね。はい、ボタンダウンタイプではないですがエリシン入ってるタイプです。60年代ぐらいですかね。はい、こちら 7,800 円に処理ですね 7% ですね。はい、続いて、はい、今回ネルシャツ1枚だけなんですがファイブラザーサイズ L です。はい、グレーベース。これ色目綺麗ですね。これも、はい、もうこちらも鉄板です。今日ちょっと僕もショーツなんですけど、はい、ちょっと暗めのネルシャツです。結構かっこいいですね。はい、こちら 6,800 円に消費税です 6% です。続いて、半袖スウェット。まあ元はね長袖だったと思います。はい、ちょっとね袖を切られてしまってますね。ただねこの脇のここから斜めに切られちゃってるのでちょっとね肩がポコッと出ちゃいます。結構これ僕ね女性が着た方が可愛いんじゃないかなと思います。サイズもね M ボディぐらいです。はい、ただねこのカラーフロッキー可愛いですね。はい、ボディも、ね、多分タグは取れてしまってるので多分 M ボディぐらいで黒ベースです。これちょっとねこういう形で男性着るよりね多分女性が肩を落として着た方が可愛いと思います。はい、こちらショートスリムの黒スウェット 7,800 円に消費税ですね 7% です。はい、続いてちょっとねリバースがまた結構入ってきたので、はい、リバースリムこちら刺繍の WXL。 はい、綺麗なパープルですね。こちら状態もいいです。あえてこのね WXL でダボっと切っても可愛いと思います。女性もおすすめですね。はい、うちももうリバースねちょっとかなりの勢いで売れてますので、はい、こちら状態良くて 9,800 円に消費税ですね 9% です。続いても、はい、刺繍の今回ラージです。はい、これもね状態非常にいいです。パープルラージで僕がジャストサイズですね。はい、状態パープルでこちらも 9,800 円に消費税ですね。はい、続いてこちら刺繍のミディアムです。はい、ミディアムサイズ。これもね非常に状態いいと思います。ミディアムはね僕がちょっとちっちゃいんですが、はい、コンボディこちら 7,800 円に消費税です 7% です。はい、続いて刺繍のラージグレーボディのラバープリントです。はい、まあ3段のねこのラバーに真ん中にまたね文字が入ってます。ちょっとかわいいプリントですね。はい、状態これも非常にいいと思います。グレーボディ、うん、いいプリントですね。こちら 7,800 円に消費です 7% です。続いて刺繍のラージですね。はい、このねグリーンもねちょっと珍しいグリーンです。しかも結構インパクトあるドーンというラバープリントに珍しくねこれ袖にもプリント入ってます。袖にも、はい、後ろはね入ってませんけども、はい、こちら、はい、ラージボディ僕はちょうどいいサイズですね、はい、着るとねこっちの袖だけに入ってるのでね結構珍しいですしかっこいいと思います。この色も珍しいですね。はい、こちらサイズラージで9800円に消費です。 9% ですね。これはいいですね。はい、続いて白ボディ、こちら WXL ですね。はい、これプリントいいですね。はい、ひび割れプリントの3段、はい、ちょっと中央寄りのねプリントで可愛いと思います。バランスいいですね。はい、白ボディ、白ボディでねやっぱ状態いいのもなかなか少ないです。はい、こちら WXL ですが9800円に消費ですね。 9% です。はい、続いて刺繍のラージですね。はい、このプリントもバランスいいですね。ちょっと太めのコンラバーです。はい、これもねボディの状態非常にいいです。はい、バキバキですね。はい、状態いいですね。サイズラージで9800円に消費税ですね。 9% です。はい、ちょっと今回1番かな。僕もね迷いました。トリコのラージです。はい、僕はしょっちゅう最近ねひび割れプリントって言ってますが、これねかっこいいですね。コンボディでやっぱこの白でねひび割れの雰囲気いいですね。はい。これちょっと今回の一押しです。しかもラージサイズ僕のサイズです。はい。コンボディ状態もいいですね。この少しよれたこのプリント最高です。はい。これ今回の一押し。9800円に消費ですね。 9% です。ぜひ。はい、続いてこちらもトリコのミディアムです。はい、これもいいですね。プリントの、はい、3段、しかもちょっとひび割れてます。グリーンボディ M サイズもねなかなかやっぱ最近出なくなってきましたね。はい、プリントもかなりいいと思います。ここね XL と書いてますがボディはね M です。ちゃんと。はい、こちら 12,800円に消費ですね。 12% です。はい、続いてヴィンテージスウェットですね。はい、こちらタグがね取れてしまってます。ちょっとねこのボディは 100% コットンじゃなくてですねちょっとミックスですね。はい、こちらカラーフロッキー、うん、60年代後半ぐらいですかね。ボディが、はい、深い緑です。サイズがねラージ縮みぐらいですね。はい、ステッチのあれは少しねあれがダメージって言いますかほどけがあるんですがボディの状態いいです。はい、こちらカラーフロッキーのヴィンテージスウェット、はい、こちら 12,800円に消費税ですね。 12% です。はい、続いてこちらタグが取れてますが前 V です。前 V の赤の染み込みプリント。ただねサイズがね多分 S サイズですね。できればこれ女性だと思います。はい、ちょっと女性がねぴったりめと言いますか、はい、着ても可愛いと思います。白ボディ状態もいいですね。長リブで、はい、前 V です、はい、赤の染み込み綺麗ですね。はい、これでかかったらね結構いいお値段すると思いますが S サイズなので 9,800 円に消費税ですね。 9% です。はい、続いて本ボディチャンピオンのランナーズタグですね。はい、これちょっとねタグの上にこう多分当時の人のネームが手縫いで縫ってあります。はい、あえて外してないです。サイズボディミディアムサイズ、まあ、ミディアムでもねそんなにすごい縮み出てないですね。はい、自分はちょっとちっちゃいですがこれはフロッキーかな。プリントいいですね。はい、すごいバランスいいと思います。チャンピオンのランナーズタグコンボディでこちら 19,800円に消費ですね。 19% です。続いてこちらヴィンテージのパーカーです。はい、マーベリック、82% コットンと 18% ポリですね。まあ、でもね、こうそんなに 100% と変わんないくらいな感じです。サイズラージ、自分がねちょうどジャストサイズですね。はい、もう綺麗に色あせしてて雰囲気抜群にいいと思います。赤のパーカーの中がね白のサーマル付きです。はい。こちらちょっとね下の方に若干これ多分ペンの跡か何かですけどね、まあまあ全体的に雰囲気では抜群にいいと思います。ラージサイズでこちら 12,800 円に消費ですね。1ニッパーです。はい、続いてちょっと間に挟みます。こちら、ヴィンテージのねランドリーバッグ。はい、このヴィンテージのねいわゆるデニム、はい、中はねここ、はい、耳使ってます。はい、普通のねデニムのとこれ変わんないですね。結構ランドリーバッグってUS ネイビーとかのちょっとペインターっぽい薄いのが多いんですが、これね結構厚い通常のねデニムとは同じぐらいの音質です。はい、形もこういう筒状のちゃんと金具で紐ついてますね。ギュッと、はい、実際まあ使ってもいいですし、まあちょっとディスプレイとかねこう生地だけでも価値があると思います。はい、こちらヴィンテージのデニム、ヴィンテージデニムのランドリーバッグ、こちら 7,800 円に消費ですね。7% です。はい、続いてコンバースの、はい、オールスター、はい、ローカットですね。メイドイン USA 製です。はい、デッドストック、まあ、90s ですね。はい、サイズが、こちらデッドストックで12になります。箱付きで、はい、こちらですね。まあ、紺と赤のこの、はい、90年代の箱ですね。こちら USS ローカットの、はい、まあいわゆる一番定番のオフホワイトですね。はい、こちら12デッドストックで 15,800 円に消費ですね。15% です。はい、続いてバンズ、はい、USS 製の、はい、ランピン、ちょっとね内側に少しダメージが、はい、あとでもソールはねそんなに減ってないですね。はい、まあ結構ねスケーターの人とかが好きな形ですね。こちら、はい、サイズがですね、11ぐらいです。ちょっとね表記がね消えてしまってて、11ぐらいのサイズです。自分が合わせてみました。はい、こちら 12,800 円に消費ですね。1ニッパーです。続いてサービスシューズ、まあ、ユーズドなんですが、はい、こちら下レザー使ってて、はい、革質もねまだまだいいです。はい、ちょっとね中のこういう風に落書きっぽくなってますが、サイズ表記が少し消えてしまって、先ほど測ったんですけど、サイズ8、まあ、26センチぐらいですね。はい、のサービスシューズ、はい、こちら60年代ぐらいですね。はい、サービスシューズこちらで 12,800 円に消費ですね。1リッパーです。続いてこちら、501、チェーンステッチですね。はい、66、いわゆる後期です。はい、66後期のカットオフショーツですね。はい、501のウエスト表記がね30、ウエストが30表記です。実寸がね29、はい、もちろんですけど耳付きですね。はい、この長さだったらね、ちょっとこの下までいきます。まあ女性だったらねもうちょっとカットしてもいいかもしれないし、まあ、逆にちょっとここがくるっとめくってロールアップみたいにして耳を出してあげて夏履いても可愛いと思います。ウエスト29インチです。こちら 7,800 円に消費です。7% ですね。はい、続いて、はい、メイドイン USA 製の505、はい、まあ、全体的にこれ色落ちてます。3133表記で実寸が3132です。はい、これもねまあうっすらひげが出てます。で当たりも全体的に落ちてますね。まあラインがねすごく綺麗なので、はい、USA 製の505、はい、こちら、まあ、色もね落ちてますので 6,800 円に消費ですね。6% です。はい、続いてこちらもUSA 製の505、はい、こちら3234表記、若干レングス長めですね。はい、実寸も一緒ですね。ほぼ3234。これ結構色落ち綺麗ですね。はい、これひげがうっすら出てます。でサイドの辺りも綺麗に出てて、まあ、もしねちょっとレングス長かったら、まあ、下切って、まあ、切りっぱなしで履いても可愛いんじゃないでしょうか。はい、結構ジャストサイズで履くのおすすめですね。はい、505USA 製で色落ちかなり綺麗です。こちら7800円にちょいですね。 7% です。はい、続いて G ちゃんいきます。はい、 D の 101J ですね。はい、サイズ40のレギュラーです。これかなり濃いですまだ。はい、まあ G ちゃんね非常に今人気あるので、ちょっとリバイスに寄ってますけどね、こういった D もね最近こう程度のいいのはね最近少なくなってきました。はい、こちら胸のピスネームは R オンリーなので60年代後半ですね。はい、状態非常にいいです。濃いやつねお探しの方はぜひ。はい、こちら 11J で60年代 29,800 円に勝利です。 29% ですね。はい、はい、続いてこちらも 111J ですね。サイズ42のレギュラー。はい、こちらはピスネームに、はい、ちょっと文字がね先ほどの文字と違う大きくなります。でR と MR が入るので、一応ね70年代に入った頃ですね。ちょうど60年代まではこちらピスネームが R オンリーで、これ MR が入りますが、一応 101J のいわゆる最終って言われるところですね。42なので、はい、自分がちょっとこうゆったりめで切れます。さっきの40が多分僕ジャストだと思います。これもねでも全体的に状態良くて、ここに少しだけねちょっと黒くシミがあります。それぐらいですね。42、101の 101J で、こちら 15,800 円に一緒ですね。 15% ですね。ちょっとリーバイス以外着たい人とかねいいと思います。続いてリーバイスなんですが、こちらデッドストックですね。はい、71506、いわゆる70506、これ4つポケです。ポケットついて下にも4つポケの、しかも1なのでこちらロングになります。サイズ36の、まあ、L なんでロングですね。はい、36僕はねちょっと肩入らないですね。ちょっときついですが、このロング丈っていうのがね珍しいと思います。はい、いいですね。もう完全なデッドなんで、はい、いいです。36の71506ってこの1覚えておいてください。ロングってことです。はい、こちらデッドストックで 25,800 円に処理ですね。 25%。はい、続いてちょっとね、コートです。ラルフローレンの、はい、コート、ちょっとオフホワイトのようなねコートですが、ナイロンです。 M サイズ、僕はねちょうどいいサイズです。はい、まあ、こういったね、まあ、秋口ちょっとさっと羽織るのにちょうどいいと思います。まあ、ちょっとバーバリーのねベージュと違ってまたねこうホワイト系で、はい、まあ、デニムなんかできれいめに合わせてもいいと思います。こちらラルフで M サイズ。はい、こちら 12,800 円に勝利ですね。 12% ですね。はい、続いてヴィンテージ最後カバーオールです。はい、こちらブランドが ARCO かな。はい、まあ三つポケタイプです。まあ、40年代あたりでしょうか。はい、もう全体的にね色落ちしてます。サイズがね42ぐらいです。ちょっと着丈もね長めのタイプですね。はい、逆にあえてこうねダボというよりこうちょっと長めで着ても可愛いと思います。ここまで色落ちしてると、はい、逆に合わせやすいかなっていう、はい、インディゴのね縦落ちもすごい綺麗に出てます。はい、3つポケットもシンプルでいいですね。ちょっとね袖の1つボタンが外れてしまってちょっと黒いボタンとかに変えられてます。はい、こっちは2つともあるんですが、はい、まあでも雰囲気いいですね。こちら 29,800 円に勝利ですね。 29% ですね。安いと思います。はい、続いてこちら、はい、まあ、この間の入荷の時にね入ってきたんですが、40年代あたりでしょうか。はい、こちら、まあ、SLEDGES かな。はい、スペルはこれシルバーのボタンもねかっこいいです。シルバーの小ボタン、はい、襟がダブルステッチ使ってますね。そして珍しいのが普通のひっこりじゃなくていわゆる親子ひっこりです。はい、これカメラで撮るとね目がチカチカするかもしれないですけど、はい、ランダム引っこり。そしてこれ何がいいかってサイズです。38ぐらいです。しかも着丈がねこれ短いのがいいですね。はい、まあ、程度もね、少しねちょっとシミとか、はい、まあ、スレが若干この汚れが若干ここあるんですが、はい、ここは小穴もありますけど、まあ、雰囲気いいと思います。はい、あとこのサイズといいね、この親子引っこりほんと少ないと思います、数が。はい、こちら40、親子引っこりですね。79,800円に所持ですね。7キュッパです、はい、これもかっこいいですね。はい、今回のご紹介は以上になります。ベルベル人の方でですね、買い取りと委託販売を行っております。お店の方に、ご連絡いただければ私が対応いたしますので、よかったらご連絡ください。よろしくお願いします。